一通りお話をししていたただきましたあの何回か最初にあの先に平さんからリアリティという言葉があり今また近藤さんからもリアリティという話がありましたマニフェストの検証というのもです、ね、要するにまあリアリティということだと思うんですね書いていることが確かに野党のときにこんなことやりますよところが与党になったらいろいろなこう思っていたことをだいぶその財政状況も違う 野党の時には分からなかったそれであればやっぱりこれは直したらいいんだと思うんですねでその,その時になぜここを変えるかということの説明とかやっぱりそうしないとどん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 リアリティから外れていく政治はなくなっていくということだと思うんですねあのちなみにですねあのすいませんちょっと私はあんまり長くならない方がいいんですが あのイギリスは、まあ、マニフェストを作り始めた先輩だということになっています、確かにそうです、それで英国の場合にはですね、あの自分で検証することになっています、例えばマニフェストのこの項目については言っている通り法律を作った、あるいは法律を出した、あるいは予算措置を行った、あるいはこれはまだ何もやってない、あるいはこれはもうあの変わったからもうやめたとかですね。 結構変えていることもあります極端に言えばですねあのマニフェストを例えば2年経って100%実行しましした100%実行して世の中が悪くなってたらそもそもそのマニフェストが悪かったということになるわけなんですねですからマニフェストというのはそういうものであってあのということをやっぱり選ぶ側も理解してないといけないし書く側も理解してないといけない。 でまあ、そこがそのリアリティとどう,こう見合いながらやっていくかということなんだと思います、今、平さん手は、はい、あのまさにリアリティだと思うのは、ですね私も青年会議所で東京で立ちやってたときに公開討論会一生懸命やって、ですねまだとあのや,りやり始めたばかりだったので、まず現職がきたがらない、あと自民党の議員がきたがらないで、自民党の議員はベテランがきたがらない。 喋れない世襲の議員が来たがらないというそ,そういう傾向がありましたけれども今も全員来るようになりましたなぜなら公開討論会でも喋れないようなやつは出てくるなという話だと思いますしかしながら私前回の2009年の公開討論会をやってですねいやもう公開討論会出るのやめようかなと思いましたそれはなぜか財政の議論がないんですよだから さっき言ったように民主党あれもやります、これもやりますって財政どうするんだと、20兆でも30兆でも出てきます。じゃあ、どこ削るんだと。で公共事業1八兆、十6兆あったのは8兆減らしたと。じゃあ、それを何兆を減らしますとか、何を減らしますってのは分かりますよ。そういう議論全くない。無駄をなくせば出てくるんだと。じゃあ、国防どうするんだと。中国どんどん軍事費増えてくるよなと。国防も増やします。我が国は資源ない、競争力を高めるには、文教費も削れないような。文教費も増やします。こんなアホと議論できませんよね。 財政のことはこっち棚上げしといてですよこれもやります、あれもやります減税やります、この再生やりますあもうこれだったらもう公開討論会は崩壊をしているなと正直思いましたしかしながらやっぱり公開討論会ちゃんとやらなきゃいけないんですよでその時に例えば我々で言えば国土強じ化200兆をやりますじゃあそれとプライマリーバランスとの関係はどうなっていてそれで 一般歳出と歳入のとこはどうなっているんですかという合理性の説明がない限りはそれはやりますといくらでもできる財政の話は無駄をなくせばいくらでも出てくるという話になったらそれで終わってしまうんですねですから私はあの公開討論会を続けるためにもですねこれはそのリアリティのあるものを作らなければいけないであとはですねやっぱりねアジェンダじゃダメなんですよ橋本さんの言ってるなんとか発作じゃダメなんですよ。 そこからどうブレイクダウンをしていくのかというところもしっかり出してくれないと結局、じゃ戦中発作いいねと言われてもそれを実現する手続き論からいけばほぼできませんよね橋本さんたちが3分の2とりゃ別ですよ、まあ、それは現実にはないんだと思いますそういった意味ではそういうことをしっかりやることによって公開討論会も機能してくると。あと今回のマスコミが本当にダメで あんな財政合理性のないです、ね、マニフェストはバカじゃねえかっていうマスコミがガンガン叩いてくれるのかと思ったら、まあ、最初は問いかけで1回やりますけどそこから流しちゃうんですねさて次の話題って言ってですよで私のところに来たある政治記者が政治記者ですよ、記者ですよいや俺もできると思ったんだよな、あの時はって言うんですで与党の一部の議員はいやいや野党だから分かりませんでしたって言うんです2兆3兆のそのディテールの話ならそうかもしれない。 でも10兆とかですね30兆とか50兆の話してるんですからわからないはずがないんですねですからこれはしっかり標準化することによって例えば皆さん会社の財務所標株を買うときに指揮法とか見て判断しますよね、そこにマスコミだとか政治評論家とかの解説、まあ、言ってみればその経済の評論家の解説は必要かもしれないけど基本的にルールにのっとって財務諸表がそれは一応信頼できるとなれば自分で分析ができるようになるんです。 でこういう震災が起きました経済的な大きな危機が起きました変更するときもベースがなかったらですよベースがもともと全然リアリティのないものだったそこからどう変更したかって分かんないですよねよく言うのがマニフェストできませんでしたそれはサブプライムローンの問題があって税収が落ちたからですって言いますしかし税外収入で埋めてんだからフローの話じゃありませんねと。 いいやいや東日本大震災が起きましただからお金がいっぱいかかるんですしかしながらそれは復興債を発行して特別会計でかなりの部分は手当てしてるんだからそれは一部の理由になるかもしれないけど全体の免罪負にはなりませんねとですからベースがしっかりしていればその後の説明責任ができるベースのルールがしっかりをしていれば国民一人一人が検証ができる。 そしてルールがしっかりをしていれば民主党とみんなの党と維新の会と自民党を横でも比べられるし時系列でも比べられるようになるんだと思います。 あじゃあ、実際自民党やるかというと、まだこれ別の話ですよ、私、そんな力ありませんから、別の話ですが、ただ、そこはですねやっぱり国民本位の政治、国民が選ぶためには、国民ちゃんと情報が出てなければ、国民は選びようないんですから、そこを標準化フォーマット化することによって、初めて国民が選べるようになるし、それを書くことによって、いいこと言えないんですよ、民主党と自民党でいくらも変えりませんよ、一般会見なんて、実際予算に落とし込んだら。 そうすると論点がはっきりしてくるという話になってマニフェスト違反だなんだということを繰り返さずに済むんだと思っていますリリアリティだと思います 2>,、えー、2つの話があると思うんですけれども、まあ、あの本当にあの政権党になるとあまり人の批判ができないというか。 あのー、これは本当にそうで、す、え、べ、ー、ての結果は与党だというのは、この3年間こう学ぶわけですけれども、まああのー、いろいろ批判を受けてます、でマニフェストという言葉をまを、あ、定着したさせたというかね、こういう選挙、こういう仕組みにしたのはまあ僕らだとこう、これは誇っていいとこう思ってるんですけれども、まあ、あのそれをしてですねで、相当真面目に作ったわけです。 でまあ、率直に言って、これまでの政党ではまさにポエムを作ってたわけだけど、まあ、ポエムっていうかその、ま、まあ、なんか何書いてるか分かんないものについて、少なくとも我々は、あ子ども手当2万6000円、高校の授業料無償化、そして高速道路の無料化、4K というよりもう一つは、農業者個別所得補償制度と、これを入れたわけですね、いわゆる 4K ってやつですで、このうち4つのうち、まあ、子ども手当は2万6000円は半分ですと。 まあ、ざっくり言,た言い方すると1万3000円になりましたと高校の授業料無償化はこれはやりましたと高速道路の無料化はちょろっとやったけど今もうやめてますとこういうことですよねで農業者個別所得保障制度はこれは完璧にやりましたと、まあ、それぞれあるんですがほ、まあ、他にもいっぱい書いたわけです500インデックスとマニフェストとその制作集ってインデックスっていろいろあるんですけど細かい制作集もいっぱい作っちゃったわけですね でそういうことも含めて、まああのーまあ、実現できなかったのも多々あるとでそこで一つちょっとあれなのは要はその別にイギリスが全て正しいとは思わないんですけれども一つ、我々が野党時代にそのマニフェストを真面目に作り込んでそれなりに作ったわけですけれども一つやっぱりはっきりしているのはその残念ながらなんですけど民主党の国会議員というのは率直に言って、あのー、かなりレベル高いと思っています。 あの当時はね今いろんな人もいますけどそこそこのねまあまあ,あの学校のクラスでいうと1番じゃないけど2番か3番ぐらい取ってる成績の連中が多いわけですよまあそこそこの最高学府を出てそこそこの会社に勤めて役人も多いとでまあそれなりに幅広い人たち多いんですけどそ,のそれをもってしてもですねやっぱりその精緻なマニフェストを作るだけの うんまあ、なんていうんでしょうかね、その情報と知恵っちいうのがなかなかなくて、ある意味では霞が関をある程度使わないで作り込んだマニフェストであったことも事実なわけですよね、で何を言いたいかっていうと、イギリスなんかの場合は、少なくとも私が聞いている範囲では、ある程度の機関は、ですねその変な話で官僚たちは、プロの官僚たちは野党にもある程度こう情報を出すわけですよね、いよいよという時には。 選挙が近くなってこうですよとなったときはある程度こうその出していくとところは日本の場合は非常にそこがなこんていうんでしょうかあの非常にルールが不明確でやっぱり野党はには接触しないというか接触はするけれどもまあいい加減なことしか教えないというのが少なくともありました前政権下ではあったとこういうことだと思いまですで。す 現実の数字なり、まさにある意味でリアリティっというのが、リアリティを持った行政をしている人たちと、その野党、その政党との関わり合い方というのは、非常にこうあの未熟だったんだろうなと思います、これが一点ですで、あともう一つ申し上げたいのは、そのさっき加藤さんがおっしゃってましたけれども、やっぱりですね、ちょっとあえて、ちょっと暴論を言うとですね、まあ、マニフェストを全部実現する必要があるのかということもあると思ってるんです。 要するにしなかったらしなかったなりの説明のルールっていう方がもっと大事なんだろうと、私はこう思います、あのトニー・ブレアの回顧録でですねすごい面白いことを書いてて、ブレアがそが総理にイギリスの首相になったときよイギリスの首相になったときにその,日その日の晩何を考えたかといったら、自分がブレアがあ公約したマニフェストをいかに実現しないで済ませるかということに数日間、悶々としたというか。 数日間どころかずっと悶々とし続けたとこういうことをしょ率直に解雇してるんですよね。何を言いたいかっていってやっぱりあのイギリスですらですよダーッといろいろマニフェストを書いたけどもいざ政権になったらこれはなかなか実現できないというのは瞬時に分かって、まあ、彼も分かってそれをどう合理的にというか説明をつけて実現しないで済むかということを、まあ、真剣に考え で、悩み抜いたということを、まあ、率直にブレア解雇力に解雇しています。まあ、あの、だから嘘つけっていうつもりはないんです。要は、きちんと合理的に説明できる仕組みっていうのは、やっぱり大事なんだろうと、あの、こう思います。まあ、あの、これまでも予算委員会で総理に何度か、あの、きちんと頭丸めてすいませんっていうことを言いまへんかっていうことを何度か進言しました。まあ、実際、野田さんもそれは、 言ってるつもりだけでも、まあ、皆さんから見ればなんか全然言わないうちに、えー、なんか知らんけど消費増税だけだなというこういうい空気になってるんだと思うんですけれどもやっぱりそこの四半の、まあ、期決算なのか3月期決算なのか、まあ、半年ごとなのかどうか分かりませんけれどもそういうそのルール化っていうのは本当に大事だなと思います。すみません あの手短にあの先ほどの公開討論会の話がお二方から出たのであの私がちょっと困ったなと思ったことをちょっと申し述べますとあの2年前の参議院選挙の時にもやはりの県単位で JC が主催してくれて公開討論会という何箇所かで行われたわけですけれどもあのマニフェストというわけではなかったんですが政党の代表が言っていることとそこの候補者が言っていることが違うと。 ということなんですその時はカン前,前総理が消費税増税10%ということを言ったわけですけれども民主党の候補者は個人的には反対なんですということを言うわけです増税反対ということを言うとあれじゃあ全員言ってること,と同じじゃないかと。 いうことになったりするので政党が言っていることとその政党に属している人が言っていることは異なるということがやはり有権者を惑わせるということになるはずですのでそうしたマニフェストに書いてあることであればそれは全員同じことを言わせなければ国民が惑うばかりということなんじゃないかなというふうに思いますそしてじゃあ今度の衆議院選挙ではじゃあ今これまで いろいろと、えー、議論の対象になった例えば TPP について賛成なのか反対なのかそれをしっかり書き込むのかどうかということは試金石になるんじゃないかなと思いますが今の状況だと書かない可能性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います。あのー 民主党さん政権を取っだから全部責任を取っちゃうということになっちゃいますがあの日本再生戦略というものを明日にでも閣議決定民主党さんするんじゃないかと思いますでその中であの自由貿易 TPP に関して関連して言うと自由,貿易が自由貿易協定のカバー率というのを20%から80%に上げますというふうにその日本再生戦略では書いています。 しかし、TPP については引き続き協議を進めるということを書いてあるだけでそうなると80%に自由貿易のカバー率を TPP なしで引き上げられることができるのかということの肝心なところがそれには書き込まれていないということになりますそして、例えば10月とか11月とかに選挙があったときにじゃあそれを書き込むんですか書き込まないんですかということをやはり皆さん が、問わなきゃいけないということになるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。あの、まあ、先ほどの、ちょっと戻る議論ですけれども。政党は、あれど、候補者の言うことはバラバラだと。まあ、私ども、公開討論会やっている側からするとですね、全く同じことを言うのは、共産党だけ、だけなんですね。共産党。もう、全く皆さん、同じ。 同じ文章を棒読みされるぐらい皆さん同じことをおっしゃいます、あそこまでガバナンスを聞かせるということが果たしていいのかという議論は、これはちょっとさておきいですね、<laughs> ぜひあの各党の皆様にお伺いしたいのはです、ねあの、先ほどベースが大事だという話もありましたし、あのまあ、状況によってはということについて、えー、まあ変更がされているという事実も皆さんご認識だと思います。では そのベースは今与党としては作れる段階に必ず来てると思うんですねこれはもうそれは政権運営されてもう3年経つわけですからではどのように自分たちのことを検証されて表にきっちり伝えられてるのかという与党の立場と野党の立場でそういうことをされているのかとその政権与党のいわゆるそのマニフェストに対する評価っていうのを野党としてされているのかということについてやっぱりこれはその 皆さん得意分野があるので得意分野についてはだっといろんなところで言ったり国会質疑に立ったりいろんなことをされているんですけれども党としてじゃあそういうことをされているのかということについてはやっぱりこれされてないんじゃないかなとでもこれはそのいろんな意見が入ってしまうので第三者機関がやるべきそれこそ加藤さんの「構想日本」がやるべきようなことではないかなと思うんですがこれもやっぱりやるべきではないかなというところで若干の宣伝にもなるんですが今回あの日本自身の あのホームページではで、前回の2009年度のマニフェストに関する検証というのを、シンクタンク、一部のシンクタンクとしてさせていただきましたこれ、すべて一応書いてありまして、未実施、実施中、でいわゆるインデックスとして、大項目で書かれてたところについては、現在の状況を細かく、世界実施率についても、パーセントを書くのをどうしても嫌うシンクタンクだったがゆえに、目で見て回る形で,で、100分のまあ大体75ぐらいかなとかやって書いてます。 まあこういうのをですねやっぱりその第三者機関がきっちりと作ってかつ与野党ともにそれに対するパブリックコメントなりを議論するような場面も必要ではないかとですからまあ平さんのおっしゃる通りベースがもう必ずできるところまで来たので次の選挙までにはぜひそういうですねことを各党で。 まとめてどこに依頼するでも構わないんですけど、二十席臨場さんなんかやられてますけれども、ああいうものに対するスタンス、もしくはそれをどうマニフェンストに生かしていくのか、議論場が必要でないのか、あるのかっていうところも、ぜひあのテーブルの上に載せていただいて、せっかく G1 サミットという形されているんでしたら、その検証と次のマニフェンストについてのスケジューリングというのを、ぜひ足並みを揃えていただきたいなと。今近藤さんから その検証をですね。これをそのやっぱりちゃんとやるべきではないかっていう話がありました。あのそれについて3人の方にあのお答えいただこうと思います。で検証という場合には行ったことをその今どうしているかということとで多分そのやれないとかやらないときにはその説明とかですね。多分その両方がないとさっきのリアリティから かけ離れてくるる部分があると思うんですねそのリアリティをどう抑えるかということと言ったことをどうしてるかということの両面についてあのこれはまあ,あのそれぞれの党というよりはですね政治家個人としてあのお話そう,そうじゃないとなかなか答えにくくなると思うんでご自由にと思います。ち,あの、まま、ちょっとあの中西さんから順番に あのまあ、私から見てあの、えー、民主党さんも自民党さんもあのこの検証ということはやってないということはないんじゃないかなというふうに思いますで民主党さんの場合には昨年の夏だったと思いますけど、えー、政権交代選挙から2年経ったところで折り返し点なのであのマニフェストの到達度達成度と。 いうのは示したんじゃないかなというふうに思います。ですが、あのまあ、かなりまマスコミの取り上げ方にも影響されているのかもしれませんがあの自己弁護的に非常に聞こえていると。 いうことになったんじゃないかと思うので、だからこそ客観性が保てるような第三者機関に頼む必要があるのかなというふうに思います、そして自民党さんもやはり、民主党さんのマニフェストの到達度、これをいろいろ言っていると思いますけれども、やはりこれも批判的な論調で、できてないことを常に言うと。 取り上げているということになると思うので、やはりこれもやはり第三者機関というのが必要なんじゃないかと思います、そしてみんなの党に関して言うと、あの体系だって、民主党のマニフェストがどれができている、できていないというようなことについて、今のところ、やれていないので、これは今、ご提言あったことはしっかりやっていくべきなんじゃないかなと、今、思いました。 まああの民主党のマニフェストは、もう花からそもそもあの今破綻したとかそういう話じゃないのでそもそも破綻をしている 200cc のコップに2リットルの水を入れてみせますみたいな幼稚園の上の方だと分かる話なのでもう言うまでもないと思うんですがあの検証の仕方でですね一番の問題は全く財政合理性のないマニフェストが出てきたときは検証不能と言ってほしいんですよねあの合理性がないからそれを検証を無理くりしちゃうところに問題があって。 さらには先ほどど、も言いましたけど財政の歳入の方はほっといて歳出の部分だけこれを何パーセントやりましたって全く意味がないと私は思いますですから JC の検証はほとんど私意味ないと思っていて悪いですね、すみませんあの意味ないと思いますそれとあの検証大会のそもそも検証に値するマニフェストなのかということと同時に検証に値する団体なんですかということも問われなければいけないと思います労働組合が出てくればですね労働組合に有利な政策を出しちて高い点をつけるんですよ。 経済団体が出てくれば経済団体に有利な政策をやれば高い点数をつけるんですよ、それは客観的なんですかね、ですから私はもうああいう検証大会を、まあ、北川さんに怒られそうだけど、あの検証に値しないマニフェスは検証に値しないとで、やっぱりみんなが普通にやればいいと思うんですよ。 標準化されてルール化されていたそれをベースに何がいいんだ何が悪いんだというのを広く議論すべきであってなんかその検証団体だけが何か検証しますしかもその自分たちの利益誘導みたいな検証しますああのまあ構想日本が一番まともだと思いますが あの他の団体を見れば、じゃあ青年会議所に政策を評価する能力があるのかといえば、これもなかなか僕は厳しいんだと正直思います。ですから、標準化が必要だということを言っているわけであります。すいません。なんか JC さんすいませんね。あの、ちょっと今の解説を加えるとですね。あの jc がこのオレンジとか青とかですね。あの今まさに平さんおっしゃった通りで。 行ったことをやったか、どの程度やったかというのは一つ。これは検証する必要があることはあるんですね。ただ、そのことと21世紀臨床がの大大部分のその参加者がやってたのは自分の好みに合ってるか合ってないかなんですね。 ですから、連合から見るとお前はいい、お前は悪い80点、20点そういう感じになってくるわけです。ねですから、これはあの検証ではなくて好き嫌いみたいなあの価値観の話まあもうちょっとちゃんと言えば価値観の話なんですね。ですから、そこが混同されてはいけないということそれからもう一つはさっきも申し上げました。 あの言ったことをやったかどうかということと言ってることがそもそも歴史的に評価されるかどうかということも違うんですねそれから言ってること全部が整合性を持ってるかそこがさっきの平さんのおっしゃりたいところでね全体の枠が <laughs> あの何でしたっけ200ミリリットルのところに2リッターっていうのはこれはねかどうかということがやっぱり大事なところなんですね。 どういう検証を誰がするのかあーということが問われているということなんだと思います。ちょっとあれなんですけど、私はまああのちょっとずれてるかもしれませんけれどもですね、マニフェストはきちっと守るべきだとた当然思います。しかしながら世の中は変化しているわけですから、それと違うことをやるという決断も政治家としては必要なんだろうとこう思うんですね。ですからその時のきちんとした説明をすれば。 何もマニフェストを金貨玉状のごとくです、ねえー、言い続けることが政治家としてないしはその政党として正しいとは毛頭思わない。なんとなればその時に違うマニフェストにしたそしてその収支決算は選挙ということでどうせそこで判断を仰ぐわけですから何もマニフェストを金貨玉状のごとくこれ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 その達成度が百点でなければ政党はいけないんだっていうなんか変なマニフェストの罠みたいなのにはまらない方がいいなと私は思います。でその上で だから、きちんとそ,それが 1, 1点ですね。ですから、このマニフェスト検証、マニフェストなんと大会っていうのが1つ間違うと、なんかそれをたなんか日本人中は常にそのなんか点数取ったらそれに目指してみたいな世界になるんでね、私はあえてそこは、ちょっと暴論かもしれないけれども、そこの変えるところのお説明責任とが担保されれば、それ,それがだめならば、次の時に落選するそれだけの問題だと、こう思うんです。これが1点あともう1つですねやっぱりあの マニフェストというかその政党が意思決定するとその政治家が意思決定するという時の大事さというかもう一つ大事なのはそのよくその個々の議員はやっぱ基本政策についてはそうは言っても政党に属する限りはやっぱり統一行動を取るべきなんだろうとこう思うんですね。でささっっっきあののの jc 近藤さんがおっしゃったようにこの 同じ党なのにあんまりばらんばらんというのはやっぱり許されるべきではなくて要は、やはり党議拘束というかよく有権者の方々は政党は党議拘束かけない方がいいんじゃないかとおっしゃるんだけど僕はやっぱ基本的には党議拘束というのはビシッとかけるべきなんだろうとこう思うんですねでそれでやっぱり政党政治というものはそういうもんなんだろうと個々人が全部バラバラの投票行動を取るという方がいいんじゃないんですかという人もいるけど私はそれはちょっとどうかなと。 こう思う思わけですで、あのー、それが1点あともう1点は、やっぱりじゃあ、その討議構想をかける政党が決めるときに、やっぱりその代表というかね、党の,その総裁でも代表でもいいんですけど、それを決める、その決めるプロセスとか選挙っいうのはすごく大事で、あのー、これは本当に各政党ともですね、いろいろ考えなきゃいけないなと、まだまだ未熟だなと思います。民主党なんかですね そのまあ、本当にその野田さんが1年前、代表選挙出るときに、こう言ったわけです、いいかと、俺は、それはいろいろその小沢さんとかいろんなこと言ってましたけども、俺は社会保障と税の一体改革を俺はやると、でそれをおーその具体的な消費増税をね。 あその掲げて代表選挙出るんだと言って少なくともいろいろ言ってない言,言った言わない言われてるけども少なくとも4人の中で唯一言った候補者だったわけですで僕らはその選対の中にいてそ,のそれは総理あは野田さんそれ言ったら負けますよと言ったけれどもいや俺はこれを掲げてやるんだと言って出たわけですでその出て圧倒的に勝った人間に対してもう一回いやいや違うとか約束破るとかぐちゃぐちゃ言うこの民主党って一体何なんだろうと。 悶々とするわけですけれども、まあ、だから出ていていただいてありがとうってなもんなんですけれども、あのまあ、そこはね、代表選で掲げた政策でみんな勝ったんだから、それは決まったことに、少なくとも任期はね、野田義彦の任期はこの9月まであるわけですから、この任期中は遺憾すると、要するに民主主義というか、代表民主主義というのは、その期間限定の独裁政治なわけですよ。 期間限定独裁政治っていうのが民主主義であって、その都度その都度風に揺られてふうらふうらだったら、こんなの別にあの議員はいらないわけでしてね、そこがまだ民主党はできてないっていうか、ひでえなと思いますし、まあ、違う投票行動をしたやつ、僕は女性あちょっと今日プレスの人いるからはちょっとここだけ勘弁してほしいですけど、もうね違う投票行動ってやつはそ除籍だ、除名だ,だと思ったけども、いやいや、党内言位はだってふにゃふにゃやってるところが、ですねまたこの民主党のこのまずいところというか。 この意思決定ができてないところだなとこう思います。まあ要はその辺の規律というかね、えー、その政党のガバナンスとはそういうことだろうと思うんですけど、まあその辺も含めて、だから変えていいんだけど、変えて決めたことは守らせる、えー、そしてまああのー、説明するということが大事かなと思いますね。あの今野さんじゃあどうですか。 ありがとうございますもう本当にね、あの近藤さんの発言自,自身がこうガバナンスに抵触するようなお話をたくさんいただきまして、あ,のあとですねあの、マニフェストの件で先ほど平さんの方からもあの、検証の意味がないという話もいただいたんですが、あのおそらく、 マニフェストを読んでる人が少ないのと同じようにマニフェスト検証についてもひょっとしたら読む人も少ないのかもしれませんただ一つ言えるのはこういうことがベースがしっかりした上でされなければならないということは皆さんおそらく合意の上であろうと平良さんもおっしゃってるのをベースがしっかりしないものの上にこういうものをやっても仕方がないということだと思うので、はい、ただねあの本当に相変わらずお話を聞いていて変わった人だなと思うんですけどあの <laughs> 多分こういうですねあのものは たくさんの人が見たたいはずです、えー、たくさんの国民の方は皆さんは見たいはずですですからそれに対する、まあ、まあ欲求を満たすだけではいけないんですけれどもベースをしっかり作るための前段としてやることに私は意義があると思ってやっていますなのでそこは、まあ、意見が違うことはいいとか悪いとかではないので是非、えー、我々がなぜこれをやってるのかというところももう一回ご理解いただきたいと思いますし「党、まあ、議・拘束」ということについて「 あのいろんなお話が出ましたけれども、えー、そこもですね実はこのお話はすべて後ほどネットで流れるということですのでちょっとぜひその辺もお含み置きだきながらぜひ話をさせていただいて <laughs> あの大丈夫ですかいいです、ね、大丈夫ですかはい、はいえーまあ、それが結構我々も今取り組んでるのはですねさっきこの間あのサマーコンファレンスというところでやったんですけどそれも例えばえー ツイッターを入れてみたり、えー、たくさんのこうウェブ上での話っていうのをどんどん展開したいと思っています、これはなぜかというと、ですね若い人の投票率ってものすごく低いんですね、だからそこをしっかりと上げていくということについても、取り組むという意味でも分かりやすく、かつ新しいメディアをどんどん使っていくということについても取り組んでいきたいと思っていますので、ぜひそこも各党の皆さんにもご協力いただけたらなと思っています。<laughs> 1>, 1時間ぐらい経ったわけですが今までのところはですねそのまあ政治の再建あるいはその政党のガバナンスあるいはそれをきちっと作っていくための政党のうちの主にこのマニフェストの在り方ですねそれからその検証ということについて議論が行われてきたと思いますあの私はこの JC のこういうのはいい試みだと思いますけれどもさっき平さんもおっしゃったように そのまあどれぐらいやってるかっていうことを検証することと合わせてやっぱりその全体の整合性とかあるいはその全体の枠組みがそもそも何でもやりますよとなってそれで一個一個だけではだめだろうというやっぱりその全体の枠組みをそのについてこの検証というのか論評というのか。 それは別途行われないというそういうことなんだろうなとあのですからまあこのマニフェストのあり方あるいはその検証のあり方についてはあの今までの議論をもとに皆さんそれぞれにお考えいただくととってもいい材料をいただいたんじゃないかなと思いますあの少し論点を変えてですね今先ほどからその個人と政党の話 それからその延長線上でその首相あるいはその代表者の任期の話が出ました。任期というのもですね本当であれば総選挙で選ばれた人がその党の都合で1年後に任期というのはまあまあおかしいんですね、本当はね。やっぱりその選ぶ側は こ,のこういういマニフェストその政権公約と同時にそれを私たちやるんですよっていう政党及びその代表者全部セットで選んでるんですねところがなんかあの台所の事情で中の事情でいやいやあのうち実は代表者半年後に1年後に変わりますっていうのはまあおかしい話なんですねですから例えばこれもですねそのお宅の中の事情をともかくとしてそこは例えば その選挙がで選ばれたら次のその次の次選挙まではその党の代表者の任期は続くものとするというようなことを法律レベルでやっとけばですね党則よりもそっちが優先されるわけですそれから個人と政党の関係についてももちろんこの政治家個人のその自由な行動というのはこれはあるわけですけれどもしかし そうかといってですねやっぱり政党との関係全体の流れっていうのはあるわけですしあのアメリカ日本のマスメディアっていうのはあんまりものを知らないことが多いですからあのアメリカの場合には日本とあるいはヨーロッパ日本で捉えてるこの議員内閣制と違いますからあの大統領が行政を行い議会は議会。 でありますそれから議会もですねその日本とは政党と個人との関係がだいぶ違いますですからクロスボーティングというその党議拘束がかからないのが普通になってますけれどもヨーロッパの場合には基本的にあの日本と同じようにやはり党議拘束は普通はかかるんですねそうじゃないとみんな天然バラバラになりますまあ次にですからこの個人と政党との関係とかですね でそれはもう少しこう集約していくとその党の党首とか役員というものをどうやって選ぶのか選んだ時の権限と責任というのは何なのかとかですねあるいはあの企業の場合にはこの本社と支社というのは支,社支店というのは基本的に本社で決められたことを そこで現場でやっていくわけですけれども日本の場合のこれはまあ自民党が多いにそうなわけですけれどもその本部と支部というのは支部は全然関係ないんですねですから本部と支部が会社のようにきちっとあのこう秩序を立てて行われているのはまあさっきも出ましたけれども公明党と共産党というそういう意味ではあの公明党共産党というのはとってもガバナンスの効いたあの場合によっては効きすぎたところなんでしょうけれども。 あんまり何にも聞いてないのもおかしいわけですよね。ですから、ちょっとあの論点をマニフェストから変えてですね。そういう政党のマネジメントのあり方に少しあの論点を変えて、あと後半議論していただければと思うんですが。よろしいですかあの,、はい、あの全く大事な論点でして、あの私はあの岡田克也さんが幹事長になった時に総括副幹事長で。 政権交代直後でででですすよねで1年やってたんですで岡田さんはああ見えてもなかなか立派な方でしてまず透明性の確保だということで1つ、党改革を実は進めたんですね、お金の流れです、要するに外部監査を徹底的に入れて、えー、そして、えー、幹事長決裁は100万いや、いずれにしろ相当レベルのあの細かく。 そのお金の流れを透明化したとこれは非常に大きな改革だったんですよねで合わせて、えー、あの幹事長の権限、えー、総理の権限とこうおいろいろ分けてきました結論から言うと今民主党は幹事長が非常に強い権限を持つ政党になりましたまああ,のある程度会社で言うと総理代表はまあ,あの会企業で言うと会長、まあ、CEO まで CEO までいかない会長なんですよね 実質党運営では幹事長が社長なんですよね、社長なんです、COO であり、えー、という形の政党にしました、でまあ、そういう形での幹事長というものが事実上の,、まああのまあ、社長というような形にしたのが今の民主党改革であります。 でえー、現実問題として、内閣総理大臣というのはめちゃくちゃ忙しいわけでありまして、彼にその党の運営をうな任せるというのは、まあ、ほとんど不可能なわけですから、それでいいんだろうなと、であ総理が持っているのは、極端なこと言うと、公認権、公認権は党代表たる内閣総理大臣というか、党代表が、まあ、あの幹事長として折半をして持っている、これは究極の人事権であります。人事権は あまあ、あのそういう形で、えー、シェアしていると多分自民党さんもあの同じような形なんだろうなとで実は党のガバナンスでいうとやっぱ自民党というのはなかなかやっぱり慣れた政党でなかなかの知恵が蓄積されて過去においてあった政党なんだろうとこう思いますだから、あのー、それはそれで、まあ、僕は民主党としても学ぶべきところあるなとこういう思いはあるんですけれども、まあ、いずれにしろその権限については今相当民主党は内部で 整理をして、幹事長、大幹事長制度という形を作ったということだけご報告をしつつ。ただ同時にあの本当に難しいのはそうやって、そのそれは民主党も自民党も多分みんなの党もいずれそうなるんですけれども。基本的にはそのそれはあの大阪維新だって。いずれそうなりますが、結局基本的に今の選挙制度は？ あやっぱり、あのー、これ、政党法が必要だと思うんですけど、今のままでいくと、個人商店主の集まりでありますから、中小企業団体連合会ですから、あのー、本当にそこは、ですねそのみんなの党だって、多分一皮むくとですよ、みんなバラバラになってるはずなんですよ、多分そうなんですよ、民主党だってそうですから。 だからそこでだからそれはそれでいい個人がいいんだけどだけどどこまでその党がグリップするというか要するに人事権公認権を、ねえー、持たせるかっていうのは非常にその攻めぎあい大変だなとこう思いますちょっとあの余計な話ですけどもはいじゃあ,あの今の話を受けてですけどあのみんなの党は、えー、組織が全然ないです <laughs> はい。 あの政調会とか一応、名前はありますけれどもじゃ必ずそこに政調会でもうしっかりと議論を常にしているかというとまあ法案が出てきたときに当然賛否を決めなきゃならないですから集まってやりますけれどもそれが常時あるというわけでもないですしあと、先ほどの本部支部の話ありましたけど県連なんて全くないですだから本部はあの半蔵門のワンルームマンションが1つあるだけで。 であの県連というのも一切ないですからあの衆議院の候補者をどういうふうに選定していくのかというようなことについてですとか地方議会をどういうふうにまとめていくのかとかそういったものも今のところはまあえーまあ、試行錯誤というか、えーまあ、悪い言葉で言えば行き当たりばったりと。 いう感じになっていますのであの民主党さんの10年前がどうだったのかなというようなことについてお聞かせいただければそれもありがたいかなという,ふうに思いますそして先ほどの加藤さんの話があったあの党の代表の任期と首相の任期というのがまあバラバラになっていると。 ということについてはやはりまあおっしゃられる通り、まあ、あの選挙のときには、えー、この人が総理大臣になるんだろうということで、まあ、選んでいるという側面は当然、大きいわけですから2009年の選挙で言えば、まあ、鳩山さんがなることは分かっていたけれども、えー、野田さんがその後、えー、何年が経って2年経ってなることまで考えていた人っていうのは、まあ、ほとんどいないんじゃないかなというふうふに思います。 ですので、やはり人気を揃えるべきだろうという,ふうに思うんですがちょっと待ってくれようとも思うんです。というのはじゃあ、あのまま鳩山さんだったらどうだったんだろうと。 この日本がどうなっちゃったのかなといや野田さんの方が私はずっとまともな人だというふうに思いますしえまあそう思う方が大変多いんじゃないかなと思うので,でからより注意をして皆さんが選ぶような形になっていなきゃいけないんじゃないかなと思うのであの例えばあの首相公選制という話がありますあれはえまあ憲法を改正しなきゃいけないわけですけれども。ああ えー、党の代表がそのまま、まあ、議員内閣制になっちゃうんですけどあのそうじゃない、別に選ぶということじゃなければなかなかまた不幸なことになりかねないなというふうに思っているというところでありますあのやっぱり原則としてはです、ね、マニフェストを掲げて鳩山さんがあれだけ熱狂的に支持を受けたんだから鳩山さんがやりきらなければいけないんですね。 ただその前提としてはさっきもしつこいですけどリアリティのあるマニフェストでちゃんとそれは国民が理解しているというのは大前提でそもそも実現できないものでさらにマスコミが機能不全で全くなんかもしかしたらできるかなみたいな空気で国民の方も入れてしまったといったことが問題なんだと思います。でそこでで政党党ののマネジメントの部分についてははすねあの私はえーと自民党、ま 自民党末期ってて自自民民党党れてないですけど自民党の与党の末期の時にですに、ね、麻生政権の時にあに一つ提案をしたのはです、ね、あのマニフェスト型総裁選をやるべきだという話をしましたそれはなぜかというと構造改革に対してです、ね、安倍晋三総理が復党というのをやってしまったのであの構造改革に対するスタンスって非常に分かりにくくなったんです。 で我が党はじゃあどういうい政策パッケージでいくんだと、構造改革は良かったのか悪かったのか進めるのか逆戻りするのかということをこれまとめようとすると党が割れるぐらいの議論になるので避けてしまったんですね。であれば私は白黒をつけてマニフェスト型総裁選をやって勝った方の政策に従う、嫌なら出てくる。 っていうことをやればですね。こんだけ。私は惨敗しないで済んだと思うんです。ですから、目の前の票をその積み重ね方式でやったから、これは復党させないと参議院勝てないってやったんだけど、結局参議院負けたんです。そ目の目の前じゃなくて、ニューマーケットでどう？シェアを取るかっていうことが大事だという時代が変わったこと。自民党は？ 分かんなかったわけですで結果として我々は政策パッケージもビジョンも示せず構造改革に対するあの自己評価もできずに民主党には政権担当能力がないという一点だけです。やったのでこれは勝てるわけがないですねやっててもこれは勝てない選挙だなと正直思いましたでそんな中で代表選も総裁選もバタバタバタってやるんではなくてある程度時間を取って でマニフェスト型の総裁選挙マニフェスト型の代表選挙をやってでそこで勝ったところでその政策面と首都の部分を集約をしていくというのがあの一つの手段だと思いますでどうしても嫌だったら党を辞めるということになるんだと思いますであともう1つはその政策とです、ね、候補者が言っていること,と違うというのはやっぱり基本的にはやっぱり許されないと思っていて。 あの嫌なら出てきゃいいんですから、だから私、次の選挙、多分自民党で戦、た多分じゃなくて、ね、完全に自民党で戦うんですが、例えばその中で、ですねあの国土強じ化というのがあります、でそこで、私は国土強じ化の説明をしなきゃいけないんですね、なんだと消費税5%上げて、じゃあ5兆円使うってことは2、2%は公共事業に使うのかというふうに、みんなの党から言われるのはもう間違いない、民主党から言われるのは間違いない。 でその中で、例えば私はもうこの民主自民党で戦う以上それ説明しなきゃいけないからしっかりと BYC を入れましょうと費用対効果をしっかり入れましょうと有力政治家がいるからあそこの道路を作りますとかそういうことは一切排除しましょうということを党内で言って。 それが採用されればいやいや、昔の自民党とは違うんですちゃんと BYC で、えー、優先順位をつけてやっていきます全体のプライマリーバランス黒字化の道筋はこうです全体の財政の意図としてはこうなりますということを説明できるように頑張っていくとでそれが説明できないようなマニフェストになった時もいやいやなら党出てくしかないんです。 自民党と戦う以上はそれをどう説明をし納得していただけるかどうか分からないけども説明をしてやるというのが多分大事だと思いますで最後に一つだけあのやっぱりですねあの衆議院で勝つとですね次の参議院で反動が来て負けるんですねでこの繰り返しでねじれができるんですでこれはルールではありませんがよく提案をされますがやっぱりもう3年に1回ぐらいで衆参同時でどんどんやっていけばですね そんなにですねおかしなことにはならないと思うんですが、まあ、なかなかそうはなってませんねということでそれができるかどうかであとみんなの党はみんなの党じゃなくて渡辺良美さんの党なんであの代表選ができるかどうかですねまず民主的な政党になるにはですね でであと、みんなの党は多分、過度的な政党なので、次の政権,交代あ政権再編の時政界再編の時にですね、あの私はみんなの党政策、非常に親和性が高いので、みんなの党さんも,頑張,ってもらわない頑張ってもらいたいなと思いますが、多分政界再編の時に、どういう役割を担うのかって、多分そういう、ですねなんてある意味、潔さを持った党なんで、自民党、民主党の真似をする人は全くないだと思います。 ずいぶん大胆な発言が続いてあのただ今のあれですね平さんのお話はに総選挙のマニフェストの前に自分の代表者を決める時に代表者それぞれがまあいわばマニフェストのようなものを出してそれで分かるように決めろとそういうことをそれに基づいてそこであの作ったマニフェストがその通りではなくても 党のマニフェストとして採用されると、そうすると一貫される。あのそれはそうだと思いますね。あのことさんい,いかがですか。今今あるのあの三人の。そうですね。あのそのなんていうんですか。裏側をそんなに知ってるわけじゃないので何とも言えないところがあるんですけども、まあちなみに日本青年会議所というのは非常にガバナンスが効いててきっちりした組織なんですけど、<laughs> あのまあ今回あの私どもがこの。 何でしょうか、えー、この政党法を提案するときにちょっと議論をしたところに、ですね構想日本さんが出している中の一つで、その党の役員といわゆるその内閣の閣僚として入る方っていうのをバラバラにしているということが非常に大きな構造問題ではないかというようなところを提案されてたんですけども、そこには非常に同意をしています。なのでまあその 運営上もしくはポストの数みたいなところがあるのかもしれませんけれども、できればその官房長官を幹事長というような分かりやすい構造にしていただくことをルール化していただく方が、まあ、我々にとっては非常にこう分かりやすいですし、政治的力も少ないんじゃないか、ロスも少ないんじゃないかということについて、非常にまあそれは同意しています、なのでまあまあ、あの内幕を知らないので、知らない人間がでもない、こうでもないということはないんですが、あの我々としては、本当に突き詰めた結果としては、そこには非常にまあ賛同していると。 今の近藤安木さんの方がおっしゃったこの党の役員とそれから内閣の関係というのは例えばこういうことなんですねあのまあ政調会長名前はちょっとずつ違いますが政調会長とは政策の党における政策の責任者なんですね。それで あの自民党の時にはこの党三役ということでその幹事長政調会長村会長というのは今でももちろんいるわけですそれから民主党はしかし政策は党にあの政策は内閣で全部やるんだと,ということで政調というのを廃止したわけなんですねところがそれをまた途中から復活しましたでこの問題は何かっていうとですねもちろん 党の中で政策を大いに議論することはあ若い国会議員の教育あるいは意欲いろんな面でこれは大いにいいことですもちろんところがその政府で決めたすなわち内閣で決めた政策が最終的に党の成長というその中党のこの期間で OK をもらえなければ 法律として出せない外に出せないっていうのはやっぱおかしいわけですね。というのは党というのはそれはその党の政調会長なりその下にある部会とか部門会議例えば国交部門会議国交部会あるいは外交の,その部会とか部門会議というのはですね国民に対して何にも本当は権限も責任も持ってないんです。ですから国交大臣は 大臣として、法律に基づいて、国民に対して責任を持っている。ですから、大臣が犯行をついたら、それは政府の決定になるわけです。ところが、政調とか部門、部門、部会の長というのは、党の中における。その担当のことを議論し、取りまとめる責任者であっても、何の権限もない。人のオッケーを得ないと、内閣の,この政策が。 決まららななないといとうううのははもここれは議員内閣制を根本から否定しているようなことなんですねですからあのそれをどうするかということについてはいろんなやり方があるかもしれませんあのイギリスに例を取ればイギリスの場合には日本,あの日本の政党と同じように成長に関するものあるいはそれをその部門的なものはありますあって大いに議論してるしてるけれども例えば その党の中における責任者はその必ず大臣を兼ねるとか、副大臣を兼ねるとか、あのなかの格好で幹事長もその日本でいう幹事長にあたる人もですね。内閣の中に入ってるわけなんですね。やっぱり幹事長っていうのは金握ってますから、金握ってる人がね。外からコントロール、やっぱり影響力をないわけがないわけですよね。ですから、影響力のありそうな人はやっぱり内閣の中に入って。 というのが本来の形まあ今近藤さんがおっしゃったのはあの、まあ、そこを「放送日本」で提案しているわけですけどもあのそこはそうだよなと言っていただいたということです。